テナーは最初 Dm7C、低い音がありますので、そこもしっかり、音が出るように、ただフレーズを吹くだけではなくて、いろんなこうアンテナを立ててピッチだったりリズムだったり、あとは音クリアトーンだったりサブトーンだったり、いろんなことを、複合させて練習することによって、いろいろその上達してくると思いますので、で今度はですね、はい、ということで今エニキでやったんですけども、この中でですね、一つだけ、課題を入れるとしたら、その B フラットですね、